アコルディオン親指の間をシュルリシュルリほどけてくようにアコルディオンあどけない手つきで僕の
確認して、で明日もまあ、できればいいから。2回投資の方向でいいですか。あ、少ない方がいいってこと。ごめん、多分じゃん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 になるからね。ここがもう一個ないっていう考えた方が、頭だけおもむろに引くのかと思いきや普通に確信犯って言って普通に下ろしたっていうのはあるけどね。ワンコーラスだけ、これちょっとダメだな、全然ダメ。なんだろうな、もっとこう、まあ、とにかくエモーショナルにやんないと、はい、血の世界みたいなものを伝えていくっていうことだから、僕のとこって人前でいいよね、ピアノ上手だけだから。どうなんでしょうね、物足りないかしら。いや、その後だってあのフェイクだけになっちゃうからいいんじゃないか。プレッシャーですね、2人のプロデューサーに。本気で2人ともなんか弾いてて手加減なしだから、それがこう答えたい気持ちとまだ追いついてない気持ちで今いっぱいですかね。やっぱ全然違います。違います。人とかもし万が一外してもフォローするからっていう感じだった弾き方じゃなくて、バッチリやってねっていう感じなんでバッチリやんなきゃし本当にひどいよみたいなことを感じますね。ここから、2人でやる額縁の世界を見ていただきたいと思います。高部さんはもう本当デビューの時から、人と養蚕プロジェクトというのはもうなくてはならない存在でずっと来てるから、僕はもう本当に新参者なんで、あの実際まだ一緒にやってる曲ってほとんど世の中に出ていませんので、僕がプロデュースしてる、サリというアーティストに陽さんがあの何曲か詩を書いて、書きました、いっぱい書きましたね、アルバムててほぼフルアルバムほど書いて、サリ的にはもう名曲だという2曲をですね、今日その曲をカバーするというところからまず入ってみたいなと思っております、はい。
があるということを抱えきれない熱をでも覚ませないよ6カ所以上の素敵な場所を見つけたのならば夜も朝になる、oh、高く高く高くあなたの声が届いて空まで一緒だ Thank you.